あの子確か義足を売りにした子ですよ。小田さんの右足首の痛みの原因は骨肉腫です。治療法とすればこちらから切断をする。なんであの子があんな、佐々木がさ頑張ってる姿見てさ、マジで頑張ろうって思ったよ。すっごく感動して泣いちゃった。私もほんと号泣、とても勇気もらった。ああシンデレラちゃんね。最近足を出されてませんよね。何か理由でも。義足を障害の象徴ではなく個性と捉えてほしいと思ってるんです。あれ音波じゃなくない？決まった。ファッションショー。全然分かんなかった。頑張って。すっごい大人になったね。障害者で目立つからですか？音波世界疲れて目立つことも重要です。父ちゃんの気持ちも考えていいんじゃないですか？やばくね、マジで。これも運命なんだと思う。はい、では本日の、高橋ロビのシネマ館、本日も素晴らしい映画監督とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。映画監督、シンデレラガール監督の尾形貴臣です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。はい、前作の作品植田ライオン、はい、で元町映画館の舞台挨拶の時にお伺いさせていただきまして、はい、それ以来直接にお話しさせていただく感じです。はい、はい、その間短編とかは作ってはらなかったですか？あれ以来ですか？全く作ってない。あの、だから植田ライオンがもう公開が終わってから制作に入ったっていう感じです、今回シンデレラガールは。まあその企画自体はそうですね、はい、まあ企画は植田ライオン前から進んでって、はい、内容が変わったんですよ。ああ、なるほどね。今の形に、はい、まあ簡単にシンデレラガール、あらすじの方お願いします。はい、はい、そうですね、まあ幼少期にまあ、片足を 病気で、まあ、失ったのが、はい、まあ、友達が、まあ、その彼女はずっと入退院を繰り返してたので、はいはい、卒業式、高校の卒業式を指定しました、うん、中学校の卒業式を、はい、参加できなかったんですね、はい、で、はい、で友人たちが、サプライズで、はい、病院の屋上で、卒業式をやってくれます。はい。はい、その動画がですね、はい、ネットに、それで、まあ、いわゆるバズって。バズってね。はい。はい、で彼女が注目を浴びて、うん、でそこから、まあ、モデルの活動をしていくっていう話です。はい。そうですね、はい、前作の時もね、我々 SNS、あ、そうですね、元にあって、で今回も一応、きっかけが SNS であって、はい、我々監督の作品ってこう見た後で余韻が残って、はい、どうですか、ちょっといろいろ考える作品、前作もそうだったんですけど、はいはい、で今回も我々テーマがちょっと重たかったので、うん、そういう感じで来るのかなと思ったら、はい、まあ、プレス資料にも書いてありましたけど、まあ、感動ポルノにしたくないっていう、うん、ね、意気込みがあったので、今回我々前作に比べて爽やかっていうか、はい、テーマは我々すごく重たいんですけど、映画としてはすごい爽やかですよね。はい、そうですね。そういう印象の方が強いかもしれないですね。うんうん、だからこうシンデレラガールっていうそう題名のままの、はい、でしたね。はい、うん、あ、んですか。まあそこにちょっとギャップが見えればいいなっていうところもちょっとあって。はいはいはい。うんうん、だから今回どの路線で、多分監督やったらこういくんかなと思ったのが逆に今回裏切られたというか。ああ、いい意味で裏切られたのと、まあ、そういうかわいそうとか、そういう、この、どうですか、やっぱり障害も扱ったときには、パターンがいろいろあると思うんですね。はい、我々、暗くいっても、うん、よいしょよいしょの作品もあって、見ててこう、
共感してこうそう涙するという作品もあるんですけど、はい、まあ、今回もそれでいこうと思えば、まあ、それでいけたのかなと思うけど、まあね、そういう暗いエピソードをまるっきり抜いた感じですよね。だから実際にはリサーチされた中には本当はあるんでしょうね、そういう。あります。まあこの映画の中に映ってないだけで、ね、うん、そのシーンとシーンの間にはそういうものがあるはずなんですよ。うんうん、はいはい。ですね。だからそれを抜いたからこう今回中編になったのか、中編になったのかなっていう。うん、なんかそれを入れちゃうとやっぱり90分ぐらいにはなるんかなと思ったんですけどね。そうですね。うん、そういうのもありますね。今回それを抜いたから逆に60分になっちゃったのかなと思いながら拝見はさせてもらって。はい。うん、でもまあ、元気が出る映画でしたね。そうですね。うん。うん、どっちか、今回は、うん、元気が出るなっていう。そうですね。うん、前回はだんだん見ててこう、ぐわっと、SNS が出た途端に暗くなったのが、今回は SNS をきっかけに、明るい気持ちになりましたよね。うん。で、あのね、私も我々ニュータイン、今年繰り返したんで、そうなんです。そういう思いを回って見ながらして、はい、でまあ、はい、あの今車椅子外出の時は車椅子なんですけど、そんなんもあって我ちょっと似てるところもあったりとかして、はい、あの痛みとかのね表現もあったんでね、我共感しながらしたんですけど、やっぱりその、うん、入院してた時にね、かわいそうとか大変ですねって言われるのがすごく嫌で、うん、だから逆に今回その部分がなかったから、すごい良かったですね。なんですか。うん。多分逆にあの、うん、サプライズで、あの、まあ、こう本人の問題もあるんですけど、多分すごく、あの、前向きなね、考え方する彼女やったから、うん、うん。その病気になったところも、こう描かれる方も割あっさりというかね。はい。すごい大変な病気なんやけど、意外とこうあっさりいきましたよね。はい、そうです。うんうん、だからその辺も良かった。まあ本当に明るい今まで、あの爽やかやなっていう感じですよね。うん。うん、あ、本当ですか。はい。だから後半は戦はね、あの、まあ、あんまりネタバレなんで細かいことは言えないんですけど、意外と、うん、予想外な展開でしたね。ああ、そうですよね。うん。だからネタバレで言えないんですけどね。はい、うん。だからいい意味で予想外で、あまりにもこう植えたらの先入観があったので、まあでもまあ一緒のパターンでね、行くと本当はそれが監督らしい、言うたら監督らしいんやけど、でも結局一緒やんっていうね、思われるもんね、あれですよね。だ今回だから、わーわーこうのってでいったかっていう、か個人的にはすごい、うん、喜びましたね。で、全体的にやっぱり偏見のない作品っていうか、ね、ヘイトなあのセリフもないし、はい、逆にその辺も良かったかなと思いますね。あ、そうですか。うん。だからあくまでもやっぱりあのこう障害イコール、まあ、義足というところをファッションで捉えたっていうのが一番前ですね。焦点の話よね。うん、そうですね。うん、そこは中心ですね。それで見ていただくと本当にこのシンデレラガールっていうのが本当はその障害もってなんでシンデレラガールやねんっていうね、いう。うん。相反するところがあるんですけど、はい、全然そのなんかこうですかね、何かを背負ってるっていう意味じゃなくて、本当にシンデレラがあるお姫さんっていうかね、うん、そういう感じですよね。うん、まあ、まあ監督もいろいろリサーチされた中で今回この部分だけを取ったと思うんですけど、はい、うん、それはリサーチする中で。ですか、まあ本当はこうそういう省いたところも入れるというのはそれはなかったですか。そうです、その感動的なところっていうか、うん、まあそこはもう絶対入れないっていう、そこがもう最初のこの企画なんで、うんうん、はい、でまあ先ほどその、まあ、この作品の大元の企画は植田ライオンより前から進む、はい、もう7、8年前なんですよね。はい、でまあ、僕としてはそのやっぱり義足っていうものがかっこいいというその思ったのがきっかけで映画を作ろうと思ったので、はいはいはい、だからまあそのなんだろう、いわゆる
感動ポルノと言われる、うん、その障害者が頑張って、ね、うん、健常者を感動させるためにこう使われる物語には絶対したくないと、うんうん、まずそこがあったわけですよ、うん、ただやっぱりそうした方がお金が集まるっていうプロデューサーの考えがちょっと強くて、うん、で最初はねそういう作品しないっていうふうなことで約束してたんですけど、うん、どんどんやっぱり そっちの方にシフトしていくわけですよ、うん、はいはい、そうすると本来僕が作りたかったものではなくなっていく、うんうんうん、でそこでもう僕はもうちょっと やれない、もう僕が作る必要がないっていうことで、うんうん、降りたわけですよね。うん、なるね。でそこからもうその作品はお蔵入りになってお送りしたんで、それで植えたらいい、植えたらいいのをもう急いで取って、はいはい、でまあしばらくちょっと休んでたんですけど、うん、またちょっとこの作品をやるっていうタイミングがちょっと出てきたんで、はいはい、ただまあ予算的な問題で足りないんで、うん、ちょっと新しくこの今回、うん、オトハという女の子の物語に変えたんですね。なるほどね、なるほどね。まあ、なので、まあ、最初からその泣かせるっていう、うん、もうあえて泣かせるところをもう全部取っ払って、はいはい、作っちゃえっていうところですね。うんうん、まあ、通常なら、ね、物語で言うとその感情をこう、まあ、感情移入させたりとか、うんうん、ね、同情させたりっていうところで、うん、その感動させるのが一つのまあ、シナリオ的にはセオリーかもしれないんですけど、うんうん、あえてそこをその、まあ、欠損させることによって、うん、よりまた新しいその映画の形が生まれればなと思って、うん、試みたんですね。でそれは、うんうん、彼女自身の身体的な欠損が、うん、その欠損し欠落したから、うん、そのじゃあマイナスなのかっていうそういうことなくて、そこで、うん、プラスの面も見えてきてるわけじゃないですか。はいはい、そういうふうな同じ構造がその彼女と映画の中でこう、うん、と何かリンクすればいいなっていうことでちょっと、うんうん、見たところになります。ね、ね、はい、感動はね本当はまあまあいいんですけど、もうそこでこう泣いたら終わりっていう感じでね。やっぱりこ、はい、今回の終わった後でこう私もそうですけど元気もらったっていうか、こう見ていてあまりその障害が気にならない作品ですよね、うん、本当にね。いや、そうですね、うん、だから本当にある一人の女性の女の子の物語ね、いう感じでね、そうですね、サクセスストーリーで見れるんで本当、うん、一気に行きましたね、うん、うん、だからどうしても皆さんね、あんまり障害とかだと先入観が入れるんですけどね、そういう違った感じで元気になる、うん、作品ですよね。逆にね、その彼女に、まあ、拍手を送るっていう展開でもないしね、本当に見てる人が、うん、元気になるっていう、ですよね、元気づけるための作品ですよね。監督もそういう感じで、どうですか、元気づけるんだ。まあまあ、そういった捉え方もまああるとは思うんですけど、うん、その、まあ、シンデレラガールっていうタイトルは、シンデレラ、はい、から来てるわけですよね。はいはい、でだって魔法だったり、はいはいはい、魔の王子様の存在によって、もともと自分ではできなかったことができるようになって、うん、はいはい、でそのアクセスしていくストーリーなわけじゃないですか。はいはい、それって結構他力本願というか、うん、ね、うん、自分の力ではないっていう側面があるわけですよ。うんうん、でそれは言葉って結構、まあ、メディアでは結構使われる、ね、はい、よく使われるわけじゃないですか。うん、選ばれるっていうこと自体が、まあ、それまでの、その本人の努力だって、ね、うん、はい、が、影響してるとは思うんですけど、うんうん、この映画のシンデレラガール、まあ、その、オトハは、うん、王子様も魔法も必要なく、うん、ひたすら、ね、自力で進んでいくわ。うん、だからそこから、まあ、ポジティブに捉えるっていうことで、まあ、元気を持ってる人はいるかもしれない。でも、うん、まあ、冒頭の14分ぐらいって結構、うん、ちょっと違ったパートになってるとは思うんですけど、はいはいはい、そこで、まあ、観客の人がそのどう、まあ、受け取るかによってその後に、うん、まあ、音羽本人がその14分間について、うん、まあ、言いますよね、
まあ、自分がかわいそうなのかどうかっていうところですね。なんかその時にかわいそうとか、なんかその感動とかをしちゃってる人がいるのならば、まあ、自分の中にそのある障害者に対してのという思いとか、ね、差別心とかが、もしかしたら気づくかもしれない。ちょっと映画にもなればなとは思ってます、ね。そうですね。そうですね。そうです。だから、そうです。もう言ってほしくない言葉が全部削除されてましたね。はい、うん、それはちょっと、こう見て、今後、逆にそういう障害を持った方と接するときの、なんか役にも立つかも分かりますよね。全体としてね。うん。そういうふうにも、なんか、私の立場からすると、そういうふうにも思いましたね。あ、はい。はい、ぜひとも受け入れていただきます。まあね、途中で筒井さんも出て、この人が出ると、また全然映画の雰囲気が変わったりするんですかね。ありますよね。ね、ちょっとしか出ないのに、持っていきはりますね。そうです。ね、でも、それも面白みでね、あの、主人公の方も、入江さんでいいですか、読み方は。はい。ね、もう頑張っていられますしね。また筒井さんも最近、いろんな映画で出て、この作にも関わってたなっていう感じで。拝見させてもらって、あ、うん、みんなね、あの力まずに自然体のすごく演技で、そうですね、うん、だからまあ作品自体がもう押し付けがましくないんで、演技もね本当にギリギリの線ですよね。自然体ってあるのとすごく、そうですね、うん、あのあんまりね、あの中から出てくる感情を出しすぎてもね、その監督のまた思いと違ってくる作品になったかもしれませんしね、本当にあの爽やかに見れる映画でした。まあクリスマスに向けてね、いいかもしれませんね。あ、本当ですか。うん、年末に向けて、もう、まあ、もう本当明るくなったんで、すごい良かったですね。そうですか。うん、ありがとう。明るい映画として見ていただきたいと思います。見方が間違ってるとか、まあ皆の状況にもよるんですけどね、やっぱりね、見た人のね、うん。うん、そうですね。高橋さんはどっちかというと、当事者目線というか、主人公の目線というのもあるから、多分受け取り方が違うかもしれない。ああ、なるほど。うん。それはそれでいいと思います。はい。うん、もうみんな、いろんな見方ができるのが監督の作品かなって思うし、植田ライオンの時も、多分いろんな見方した人おるやろうしね。そうです、そうですね。今回も、うん。今日は、なんかその、なんだろう、今まで、いろいろな人に見てもらって、うん、もらったその、まあ、感想だったり、はい、そのではなかったんで、うん、ちょっと新鮮だなと思ってたんですけど、はい、そのこの映画をこう推薦コメントをこう著名人の方からいただいてるんです、はいはい、実際にでとか車椅子で活動されてるっていう、うん、生活されてるっていう方からもらったんですけど、はい、そこの方々と高橋さんの感想に似てますね。似てますか。やっぱりそうなんでしょうね。うん、だから、うん、そのポジティブに受け取る、うん、受け取るというか、まあ、そういう映画として見てるというか、うん、見てるなと、うんうんうん、全然今回はポジティブで見ていただきたいなと思います。はい、最後になりますから、またメッセージお願いします。はい、まあ、そうですね、今あのね、ポジティブな、まあ、その元気をもらえる作品っていう、まあ、その話になりましたけど、うん、それももう一つ、まあ、そのこの映画のね、側面、あの見方の側面でもあると思うんですね。はい、ただ、まあ、そのね、この当事者、まあ、障害を持った人たちに向けて作った映画ではなく、むしろその、ね、自分は当事者じゃないと思ってる人が見てどう思うかっていう作品になってますし、うん、そういう仕掛けを作ってますので、あのぜひ、うん、そういったところを楽しんでいただけたらなと思います。はい、でもね、劇場で見て、また監督とお会いできたらね、皆さん意見をね、どしどし、ね、言っていただいて、我々いろんな、またもう本当監督がいろんな意見が出る多分作品だと思います。はい。ぜひとも監督に、伝えていただきたいと思います。はい。まずは東京からの公開になりまして、それが終わって関西ですね、12月になりますんで、ぜひとも劇場の方に足を運んでいただきたいと思います。はい。本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。